僕は沈黙、膵臓がんというのは、やはり膵管の枝が詰まったときには、膵炎を起こしているんだというふうに思ってます。で、そこで見つければ早い時期のものもきっと見つかるんだろうというふうに思ってます。他にはございませんでしょうか。あ、どうぞ先生。尾道総合病院外科の福です。CT でのですね、膵がんの診断能がそんなに高くないという印象があって、これは何を言わんとしているかというと、結局症状があって患者さんが病院に来られた時に、何かで引っ掛けて CT で MDCT でネガティブに出た時に、それで精査を終わらせていいかどうかという問題です。要するに、だから EUS ができない施設でその CT で異常がないから、そこで終了していいのか、あるいは何か他に引っ掛けるべき病変があったら、さらにもう一歩突っ込んで US までして判断すべきかどうかという問題についてはいかがでしこれょうは原田先生。実際 US をお持ちでないところからのご施設からそういうご相談よく受けるんですけど、私のアドバイスが当たってるかどうかは分からないにしても、MRCP をですね、積極的にやっぱり取っていただきたいと。で、やっぱり先生もおっしゃったように、 CT でマスが映ってなくてもですね、腫瘍が映ってなくても、ある程度微側膵管の拡張わずかに残っているというふうなケースは、しつこく追っかけていくと、やはりどっか膵管の枝が潰れているという、さっきの中倉先生のコメントではないですが、やっぱり膵管の画像を意識して撮るということになると、次の手段は MRI だと思うんですよね。で、US をお持ちじゃなくても CT と MRI を両方お持ちのところは CT でやめずに MRCP まできちんと撮っていただきたいなというところで、そこの拾い上げが少しできるんじゃないかというようなことは考えております。ですが、画像分解のを考えると、一番今膵臓の膵野という膵臓の実の部分を一番きれいに出せる画像というのは、やはり US ということが、それはかなりコンセンスが出てきているところなので、普及をもちろんやらなきゃいけないわけですけれども、それが今じゃあ現実ない時にどうするかということになると、 CT で所見がなくても MRCP のレベルまでは取っていただきたい。で、そこで空振りになってしまうやつに関しては、ちょっとなかなか悩ましいとは思うんですけども、 CT で追えずに MRI、MRCP の膵管像を取っていただくということは、ぜひおやりいただけるといいかなというふうに考えています。ありがとうございます。